金沢芸術創造財団芸術交流アドバイザーの黒沢慎さん、金沢21世紀美術館副館長を務めた後、2020年に現職に就いています。1959年、東京生まれの黒沢さん、東京造形大学、東京芸術大学大学院で絵画・版画を専攻する傍ら、1980年代には主に音楽とパフォーマンスバンドを中心に活動していました。1990年代に入り、新たな発想で作られた水戸芸術館現代美術センターの学芸員を務めました。1999年には金沢21世紀美術館の開館準備のため金沢へ移住します。そのユニークな発想であらゆるジャンルの展示や講演に関わってきました。その後、2017年4月から2020年3月まで金沢21世紀美術館副館長を務めた黒沢さん、その間芸術についての教育活動を含めた幅広い活躍をしてきました。次は財団での芸術交流アドバイザーとしてどんなことに取り組んでいくのか、今回は有北雅彦が金沢の21世紀美術館を訪れ、ズバリ黒沢さんの本音を聞きます。はい、どうもこんにちは。表現者工房プレゼンツ配信者工房、始まりました有北雅彦です。よろしくお願いします。そして本日はですね、金沢芸術創造財団の芸術交流アドバイザーの黒沢慎さんとお話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつもはですね、大阪の肥後橋セミナールームというところでお話してるんですけども、今日はちょっと趣が違って、あ、そうですね、はい、なんか面白そうな猫ちゃんですかね、いろいろありますけども、ここは一体どういうところでしょうか。はい、今私たちがいるのは、はい、金沢21世紀美術館の中の施設で、はい、のキッズスタジオと呼ばれているところに我々座っています。普段ですと子供たちがいろいろこう、まあ、いろんなテーマでここでこう、遊んだり作ったりとか遊んだりとかって、そういうことをしている場所ですね。あ、そうなんですね。はい、なんかちょっと可愛らしいところでお送りしております。ですね、で黒沢慎さん、といえば、21世紀美術館の立ち上げから関わっておられて、今年までですかね、副館長さんでいらしたということで、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。ちょうどここの設計の図面の基本的なものを書き始める頃から関わってですね、はい、まあ、5年ぐらい準備をして、はい、まあ、美術館をさせて、5年間の準備を、うん、そうです。あ、もう設計から。そうです。ちょうど基本的にその美術館を作るっていう決断はもう別に最初に下っているんですけども、はい、どんな感じの美術館にするかっていう箇条書きにしたの冊子みたいなものが作られているんですが、はいはい、いよいよ設計からすることになりますよね。で、建築家が決まりましたっていうタイミングで私金沢に来ています。で、それからまあいろいろコレクションのことを集めてみたり、前宣伝をしてみたりとか、まあ、いろいろな準備にやっぱり5年ぐらいとか、まあ、そもそも一緒に設計、はい、建築家と一緒に図面見ながら、ああでもない、こうでもないして作っていくんで、うん、そのぐらい時間がかかりました。美術館を立ち上げたことがないので、ちょっと全くわからないんですけど、そうか、5年ぐらいかかるものなんですね。まあ、もっと言えば、ここもともと、そんな話していいのかどうか、ここもともと学校だったんですよ。幼稚園、小学校、中学校というのが建っていた敷地だったんですね。それを全部壊して、うん、で、その移転して別なところに学校を切っちゃったんで、はいはい、それで、はい、まあ、ここを作るわけですね。うん、その学校がなくなってから10年でようやく新しく技術が来ちゃった。で、ちょうど学校がなくなって最初にこの跡地どうしようかっていう委員会みたいなものを開きますよね、うんうん、行政がね、はい、その委員会最初に開催してからちょうど10年経ったんです。私はそのどういうものを作ろうか、あるいは美術館にしようか、何にしようかって考え始めた後半から、まあ、オープンまで関わっているという感じです。まずは呼ばれた、私はもうここを受けたんです。学芸員も当初募集して乗りまして、これからその設計をスタートするというタイミングで、将来ここを使っていく人間と一緒に設計できた方がいいだろう、これ珍しいことなんですけど、それなかなかね、行政がこう美術館を作ったり図書館を作ったりするときには、うん、先に中で仕事する人を集めるってことはしないんですが、うん、金沢はそれやったんですよね、珍しい。で、そのタイミングで入ってきました。
うん、やりますって言って、やりますって、まあ、この金沢どちらかというと伝統的な場所というか、そうですね、比較的江戸期のものが残った古い町なので、そういう町でなんか現代美術やるってどういうことってなるじゃん。だから、あの、もし本気だったら本気でやるんだよっていう、その本気でやるんだろうということを信じてきたみたいなところが、おお、でもそれまではやっぱりその原点がやっぱり黒沢さんの、あの、気になるわけですけども、まずここに来られる前は水戸にずっとおられますよね。そうです、そうです、そうです。で、水戸のさらに前ですけども、ミュージシャンがなってましたというふうに伺っております。ミュージシャンって言っていいのかなわからないけど、音楽活動をしてたといえば本当にそうと思います。インディーズバンドとかそういうことですか。まあまあ、当時の80年代の前半から後半かけて、はい、インディーズっていう言葉も随分言われていた時代だと思いますけど、その頃はもう、あの、まあ、ライブハウスを転々とするみたいな、そういうバンド活動して、チケットを売ってその収入で、いや、収入は全然こうそれじゃ生活できないので、いろんな違うアルバイトをしながら、だけど頭の中はライブのことしか考えてないとか、レコーディングのことしか考えてないみたいなそういう感じでしたから、まあ、まあ、僕もね、演劇活動してますから、あの、やっぱりバイトしたりとか、あの、大学出てからもずっとね、そういうふうな、あの、生活をしつつ、まあ、今なんとかかんとかこうやってやってるわけですけども、まあ、でもいますよ、そういういわゆるフリーターみたいな感じで、じゃあ20代の前半中盤ぐらいでやってたんですか。そうです、そうです、そうです。もうまさしくフリーターっていう言葉そのものですよね。あ、当時はそういう言葉はもしかしたらなかったかもしれないですけども、ブタローって言いましたか。まあ、まあ、まあ、そういう、はい、そういう風にして、はい、ただ自覚的には何やってんですかって聞かれたら音楽やってますみたいな言ってたんじゃないかと思いますすごいいろんなバイトとかお仕事を経験されたというふうにも、あの、聞いていますけども、まあ、すごいいろいろっていうとちょっと大げさかもしれないけれども、はい、まあ、あの、大工さんみたいなもの、はい、特にあのイベント会場を一晩でこう作るみたいな、ああいうのを夜中中ずっと作業して作っていくような仕事とか、あるいはその会場のデザインをするっていうのがあったんですよ。あ、そうデザインをするっていうのはどういうことかっていうと、会場のプランの絵を描く。で、あの、もっと本当は決まるプランがここにあるんだけど、はい、そのダミー、決まらない方のものを書いてぶつけ合わせて、はいはいはい、クライアント持っていくと選ばれるじゃないか、こっちが。だから、そこ、はい、そういう、かますいもん。そう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 。そういう、まあ、それも、まあ、そういう仕事だったりとか。すごいお仕事なんですね。あるいは、あの、高等学校で美術の、まあ、大院教員、大院教員というか、そういう一時的な教員として教えてたりとか、養護学校で先生してたりとか。非常勤みたいな、そういうことですか。そうです。あとはもうここで美術を教えてられたんですか。一応僕の美大出なんで。すごいですね。はい、あ、そうです。あ、予備校も教えてたりもしました。それも美術ですか。そうですね。あの、受験の予備校とか、うん、あとはそのカメラマンもやってたりとか、雑誌の編集、あるいはライター編集もやってたんですか。はい、美術系の雑誌だからいっぺんに毎日それやってるわけじゃないから、順番にこう、あの、あ、あの、手を返しながら。ああ、そうなんですね。全然知らなかったです。あと、うん、なんか治験もやっておられたみたいな。やってましたそれがあれは、あの、楽な高速時間は長いですけどね。そうですね、はい、まあ、でも日帰りのものもあったし。あ、そうなんですね。1泊2日2泊3日とか、うん、だからあれ1回やると次やるまで間を置かなきゃいけないみたいな。あ、そうですね、うん、そうそう、薬が抜けるまでは。そうそうそう、試験やっておられたんですね。いや、あの、行くと演劇関係の人っていっぱいいましたね、そこがね。はい、僕もやってました、うん、一番多かったのが演劇関係の人、はい、2番目が音楽関係、はい、3番目が旅行関係、4番目が美術関係。旅行関係、旅行関係って僕が勝手に呼んでたんですけど、はい、要はその日本に戻ってきてはアルバイトしてお金稼いで、はい、で、たまるとボーンとタイとかインドとか行っちゃう。あ、で、またしばらく向こうでいて戻ってきて、またそういうバイトしてよかったんで、またこう思ってくる。そういうタイプの人。それ旅行関係だったのかな、気にしますけど。言葉は違いますか。ああ、なるほど。そういうことをされてて、うん、で、そのミュージシャンとしても活動をずっとやめたわけですよね。うん、というか、まあ、ちょっとこう、なかなかですね、大所帯のバンドだったんですけれども、はい、うん、もうだから、スタジオ代も何もかかるし、あれもかかるしって、結構バンドの活動がちょっとこう、下火っていうか、うん、あの、になったタイミングで、たまたま水戸芸術館というのがオープンするんだけれど、はい、あんた、そういうところで仕事してみたらどうなのって言って、うん、あの、
受けてみたらと 言ってくれた人がいたんですよ。でそれ何、それが何見とでいつかわってなるじゃないですか、うん、そしたらなんか実はコンサートホールがあって、うん、でそれとは別に劇場が独立してあって、うん、でさらにギャラリー、いわゆるギャラリーのスペースがあって、なおかつその横にはワークショップルームというなんか謎をめいた部屋がついていると、はいはい、いう新しい公立の複合文化施設ということだったんですよ。どうができると、であるならば、それっていろんなことができる場所になるよねと、うん、面白そう、だったら面白そうじゃないってなったんです。もともとそんな美術館って面白いことだと思ってないまま20代を過ごしてたので。そうなんですか。そうです、美術系の学校にも行ってたんですよ。あ、いや、だから美術は好きですよ、もちろん。美術とか表現とかそういうものはもろもろもちろん好きというか、はい、その熱心だし、あの情熱もあるんだけれども、はい、ただ美術館という場所がつまんないなと思ってたんですよ。美術館はつまらないと、美術が好きなの。うん、そうです。ああ、どういうところが、まあ、その引っかからなかったんですか。なんかね、いや、なんか美術館ってちょっと真面目すぎる場所みたいなのが あるじゃないですか、イメージとして。そうですね、うん、そんなに喋ったり騒いだりしたらいかんわけですよ。そう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 、すごくストイックだし、あとね、決定的だったのはやっぱりその出版社にいた頃にいろんなアーティストを取材したり記事にしたりするって仕事をしてたんですけどね、そうするとね、あのスタジオとかアトリエとか訪ねるわけですよ、ね、彫刻作ってますとかこんなことやってますっていうその、まあ、先輩に当たる何とするアーティストたちが、で、あのやっぱりスタジオとかアトリエとか行くとその人となりのものがいっぱい残ってるから、つまり道具の置き方から、なんか読まれてる本が知られてるとか、そういうで作っ これまで作ってきたもの、これから作ろうとしてる計画書みたいな全部合わせてすごい面白いんですよね。そこでまさしく今作りかけの作品を見せてもらっていて、でそのあの時作りかけだった作品がある美術館に展示されたとします。でその作りかけの作品ってわすごい面白いことしてなこの人は、と思ってた、そのまさしくその証拠品としての作品がですね、そうですね、別な美術館に飾られた時に何とこのつまらない見せ方がっていうかね、なんかその作品のいろんなものがそぎ落とされちゃって、すごいなんかつまらなくなっちゃってる、まあ、つまらないって言って申し訳ないんだけど、あれってやっぱり美術館ってすごいなんか何かを伝えようとしてるんだろうかっていうのを疑いたくなるようなっていうような経験をね、何回かしてたこともあるんです。それに付随するようなものを含めて作品なのに、うん、もうそれが美術館っていう枠に入った途端に全然見えなくなっちゃう、うん、するんですかね。見えにくくなるんですよね、性格のことね。だからそれでいいのっていう、で大した別に特別に説明書きがあるわけじゃないし、なんかあのちょっとどうかなこの我々は、というようなこともあって、ちょっと美術館ってあんまりこう、何しても職種が働かなくて、そんなに足しげく通おうかなというふうには思ってなかったんですよね。でも、その水戸では。そう、だって音楽やる人たちが住む横にいて、演劇、やってる人たちが住む横にいて、で、まあ、美術館といっても、それも現代美術の専門にやっていくっていうのを、各に決めてる美術館だったし。そうするとやっぱりその昔作られたものを無造作さんが運んで持ってくるとか、コレクターから借りてくるっていうのではないことじゃないですか。そのアライブな生きているアーティストたちが生きている活動として作ってるものをそのまま見せていくってことを当然やってくるんだろうから、であるならばものすごくライブなものの見せ方ができるはずというふうに思ったんですよ。で当時ね、現代美術館って直接その現代美術を専門に扱っている美術館そんなに多くなくて、実際その現代美術っていう名前を使ったのは広島の現代美術館が最初で、まあ、多分水戸芸術館が2つ目だったんじゃないですかね。あ、じゃあ結構革新的なところやったわけですね。そうですよ、90年代の水戸芸術館って結構革新的だったと思いますね、今思い出しても。それで、募集があって、まあ、応募されて受かったと。そうですね。ああ、なんか例えばシカゴ出たとかなんですか。学芸員だったんですね。だからその美術館ってそんなに面白い場所だと思ってなかったんで、はい、一生なるはずもない職業の資格を持つ必要はないとかって大学院の時にも教授に向かって単価切ってこれとこれとこれの授業を受けたら学園資格取れるかお前取りなさいって言われたんだけど、いやいや、まあ、一生ならないからいいですってロックですねそうですえ、じゃあ資格を持ってなかった、ただもう水戸芸術館の場合には当時の芸術監督、今亡くなられた中原雄介さんという美術評論家の方が、
芸術総監督をやりになってたんですけれども、その彼が、はい、資格はいらないって言っちゃったんですよ。その人を募集する際に学園資格が あってもなくても変わんないから、そんな資格を取る必要ないと。あとそのロックなんかもそうですね。あとね、やっぱり人の場合には音楽部門、演劇部門にそれぞれ学芸員がいるんですけど、はいはいはい、音楽の、まあ、例えばクラシックのコンサートを作る人とか演劇の制作やってるみたいな人って学芸員の資格って特に持たないんですよ。そうですよね。はい、言われてますよね。だから音楽部門や演劇部門で学芸員っていう名前で仕事しこうする人を募集してますから、だからそれと同じように扱ったんですよね。それがなかったら多分こういう仕事、そういう仕事がつかなかったし、金沢に来てこの美術館立ち上げるということもなかったと思います。やっぱりその原点もあるわけですね。そうですね。人ではいろんなことも学びましたね、やっぱりね。あ、そうですね。ワークショップルームがとかいうのが面白いなと思いましたけど、今でもそのワークショップっていう言葉ってよく演劇の世界でも昔から使われてると思うんだけど、ありますね。まだね、90年の春に水戸美術館がオープンするんですが、その頃ワークショップっていう言葉を使ってもそれ何のお店ですかって話してそうですね、作業着ってるのかなってちょっと思っちゃいますね。そういう風でしたね。当時はだからそのワークショップルームとかがあるということも結構革新的だったと思うんですよね。あれがね、アトリエ持ってる、スタジオ持ってる美術館もないわけじゃなかったんだけれども、でも粘土をやりますとか版画をやりますとか、ここで絵を描きますみたいなことが決まっていて、何をやるかわからないプレーンなスタジオっていう考え方はそんななかったんですよね。でワークショップっていうのは結構謎めいた言葉だったので、確かに何をやってもよかったんですよ。自由度がそんだけあったってことですね。そうです、そうです、そうです。それがね、割と面白かった。そこ、そこでおそらく培われたことが金沢と生かされているというふうに思っていいんですかね。あ、そうですね。ワークショップなのでやっぱりこう人がガンガン集まって、こうそれこそね、パーティーやったりとかも含めて、パーティーそれを飲んだり食べたりするパーティー。いやいや、もちろんもちろん。そういうことをしてるんですか。パーティーって普通のパーティーには見えませんけどね、変な、はい、人たちがパフォーマンスばっかりやってるようなパーティーだったりするから、そういうものを含めて普通に何かものを作ったりとか音も出すし、はい、パフォーマンスもするしというようなスペースだったんだけれども、はい、まあ、とにかくね、まあ、シンプルに分かりやすく言えばものすごいライブ空間。ああ、それ見れるんですか、そのお客さんは。あ、もちろんもちろん。だってお客さんとが一緒にだってきて、お客さんが入れて、うん、そういうショー。あ、もちろん今回ライブ会場。そうですね、ライブ会場だと思えばいいかもしれない。ただいろんな使い方しますよ。高校生たちが集まってきていろんな座談会する場所にもなるし、はいはいはい、彫刻作る人とかってこう溶接しながら彫刻作っていくっていうようなことにもできるし、だからいろいろどんなことでも起こりうる、まあ、そんなバカでかいスペースじゃないかもしれないけど、そういう場所だったんですよ。で、同じアーティスト、ワークショップっていう概念がちゃんとこう共通項事項としてなかったんで、本当何やってもそういうもんだと思ってもらえたって思いました。これがアートなんだよって言ったら、まあ、そういうことです。まして美術館みたいなこと起こってるんですからね。そうですね。やっぱり美術館の中でやるというのは、やっぱりなんか、アートなのかなっていうふうに思わせるすごい空間だなというふうに思いますけど。そうですよね。学部人、学部人入る、入った絵のいうところの学部人とか彫刻を載せる大学がするところがあるので、なんか上からこそこう全然美術館らしくないこととか美術らしくないこととかでも、いや、これってアートなのかねって考えてくる人受け手柄を想像してくれる。そうです、そういう良さがありましたね。やっぱりそういう意味で自由がすごく効くっていうことですよね。そうですね。コンテンポラリーっていうそのことにやっぱりすごく重きを置いておられるわけですよね。そうですね。まさしく今の時代のライブ空間、はい、という。コンテンポラリーというのは同時代のっていうふうに思ったりですか。うん、そうです。その即興であるとか、そのなんかシナリオなくなるとか、そういう必ずしもそうじゃないです。もちろん綿密にシナリオを作って、はい、計画通り何かを実現してみるってことだって当然しますし。そうなんですね。やっぱりそこにだってこう金沢21世紀美術館もやっぱりコンテンポラリーアートを、うん、打ち出しているわけですよね。うんうん、
派遣店がそうであるというのはなんとなく、まあ別にあの伊藤のそのコンテンポラリーを引き継いで金沢作ったわけではないんですけど、金沢は金沢で近現代美術を扱う新しい美術館を作るんだっていうことで、まあここは立ち上がってくるんですけどね、うんうん、だから自分自身が水戸で経験してきたことを相当やっぱり乗り込みながら生かしながらってことはしてますよ。ああ金沢でも金沢でも、ね、というところでですねちょっといい時間になったと思いますので、そうそうそう、あのまだまだお話は聞きたいんですけども、はい、それはちょっと後半の方で伺おうかなというふうに思っております。これ実は前半だったんですよ。あ、前半だったそうですか、ね、ここから先はあの登録をアッセンブルド登録っていうものをしていただくと、あの表現者工房が出しているコンテンツが全部見られる、あの素敵な空間に連れて行ってくれますので、皆さんぜひ登録をして、あのそちらの方も楽しんでほしいなというふうに思っております。それではここで前半終了です。はい。